話してよ。話さないよ。ねえ、嫌だ。やめてよ。やめるわけないじゃん。やめて話して。僕は今この女を抱きしめている。年齢は20代前半くらいだろうか。知り合いでもなければ彼女でもないこの女。夜だし天気は雨だからはっきりと顔は見えないけど雰囲気は可愛い。女の腕を掴むと雨で濡れた肌は冷え切っていて、歓喜からか恐怖心からかかすかに体が震えているのが伝わってきた。ねえ、怖い？死ぬの。やめてよ。ダメだよ、こんな簡単に終わらせちゃ。はい、なんちゃってベーコンポテトパイあげるから僕についてきてよ。もう何も考えられない。私は無価値な人間だ。仕事でも失敗ばかりで、プライベートでもいいことなんて何もない。だからこんな人生とっとと終わりにして来世に期待しようと思う。土砂降りの中、街中の歩道橋の上から身を投げる。ねえ、ちょっと君何してんの。ねえ。